味吉春日山古墳は愛知県春日市にある古墳、味吉古墳群の一つ。白山神社から県道102号を挟んで、西方約300メートルに位置する前方公園墳。かつては白山神社の御旅所であったが、犬山街道の通行を妨げることから、寛永年間に春日山より現在の御旅所古墳に移された。その後もここに、 春日神社が置かれていたが1918年に白山神社に合祀され、現在ではほぼ全域が外区公園である春日山公園となっている。古墳群の他の古墳と違い史跡指定などを受けなかったこともあって、墳球場には通路や藤棚、くびれ部南側には滑り台が設置されるなど、公園としての側面が強く、古墳として見ると保存状態が良いとは言い難い。 また、噴球場には1995年に潜座した春日山部財店の小さな車が置かれるなどしている。主軸は北西50度で、噴頂約74メートル、公園部計約38メートル、高さ約6メートル、前方部幅約43メートル、長さ約37メートル、高さ約4.5メートル。くびれ部幅は、 約30メートルでその北側に作り出しがある。また、地石図からかつては縦型の集合があった可能性があるとされる。正式な発掘調査がされたことはなく、遺物は確認されていない。現在では、公園部東側に溝状の落ち込み地形が確認できるが、春日山から巨石が掘り出され、白山神社の鳥居前の記念碑の大石に利用された。 カスガ山の上にある巨石も掘り出されたもの、掘るとすぐに巨石に当たるといった記録が残っており、横穴式石室の沿道から、原室の一部まで掘削された跡と考えられている。また、前方部の発達状態から、古墳群では最後に築造された前方後円墳とみなされている。ありがとうございます。